そうですね、まず一つは、まあ、コンシューマーのゲーム機でアクションゲームでそのオンラインっていうところに関して、1作目が出たのはこれ2004年なので結構、まあ、その今から考えればもう12年ぐらい前っていうところで、そこからその、まあ、オンラインっていうところに僕たち開発にとっても手をつけれたっていうことがすごく大きなところで、まあ、オンラインってすごくいろんなゲーム性がすごくやっぱ通信に関わってくる部分とかもいっぱいあるので、それはやっぱノウハウっていう意味でもすごく10年前から手をつけれたっていうことは僕は大きかったというところがあります。でさらに言うとこれモンスターハンターというのがアクションゲームで基本は、自分の、まあ、アクションの腕で対応していってもらったりとか、自分が相手を見極めて対応していくっていうところの楽しさ、それによってクリアしていくっていう達成感で、さらにマルチゲームなので、周りの人を助けたり助けてもらったりとかっていう、まあ、そういうドラマも生まれたりとかするっていうところがやっぱりこのゲームっていうのは一つやっぱりポイントになっているところだと思います。アクション部分を、まあ、より気持ちいいものを作ろうというところで、まあ、4つの狩猟スタイルというのが、まあ、ゲームスタイル、ストライカー、エイリアン、武士道というのがあって、で狩り技ですと、ね、さらにこうテンションアップというのを目指して作っていて、それは最初の、企画書から作っていく流れでもう非常に面白いゲームになるという確信があって作っていってたんですけど、もともと想定になかった要素があって、それがニャンターで、ゲーム作って途中でよりこう一般の、まあ、初心者ハンターが入ってこれるような要素は何かないかなって考えている中で、あこれいいやんって言って入れたのがそのアイルを自分で触らせる要素としての、まあ、ニャンターで、まあ、ハンターよりもアクションが簡単で入りやすくすると、まあ、何か可愛いから入れて、でそこで、まあ、作るのは大変なこういろいろ苦労もあったんですけども、まあ、結果すごくいい要素になりましたね。そうですね、まずこれまあジェネレーションに限らずじゃなくなってくるかもしれないですけど、まずはですね、このゲームアクションなので一つは達成感というのを絶対味わってもらえます。達成感というのはでも自分が上手くなっていく快感であったりとか覚えていく快感というのをすごくやっぱり楽しんでいただいている方の要素の一つだと思います。まず一つ目はそれでっかいものですね。でっかいマウスを倒すっていう、ね、気持ちよさ、はい、爽快感と、さらにクロスはそこに、ね、結構派手な技とかもあるので爽快感というのが今までのシリーズ以上に入ってますので、達成感に爽快感というのが、まあ、加わってるかなと思ってます。でもう一つがですね、やっぱりこのゲームだとコミュニケーションといいますかマルチプレイというところがありますので、やっぱりゲームって人とプレイしたときにすごく予期せぬことも起こりますし、すごくラッキーなことも起こりますし、当然不運なことも起こります。でそれが人とやるからこそ生まれるドラマなので、そういうところの、アクションをしながらその人間同士のドラマであったり思い出であったりとかっていうのも体験してもらうことができると思っています。はい、で3つ出るだけ、モンスターハンターで
今まで、まあ、先ほどまで西洋機器の話もありますし、携帯機で今ですね、最近作ってますけど、同じモンスターハンターでありながら、実はあの携帯ゲーム機と、西洋機器っていうゲームデザインでちょっとやっぱ異なるところがあって、それが、一番大きなところは西洋機器と携帯機のプレイ環境が、これがやっぱ違うというので、じゃあそのプレイ環境に合わせたような、ゲームデザイン、ゲームサイクルだったりとか、ゲームの世界観だったりとか、ある意味そういうのを作っていくというところがあるので、西洋機器はどちらかというとこうどっしり構えてゆったり遊んでもらうようなすごいゲーム性にすることが多くて、で携帯機はどちらかというともっと本当にスポーティーで、本当に、まあ、例えば、バスを乗ってる15分10分でも、じゃあちょっとあれやっとこうみたいなのができるような要素とか入れたりとかしますし、それはちょっとやっぱり同じモンスターハンターの若干やっぱりゲームデザインとかコンセプトが異なってくるので。レガーネイブをご覧の皆さん、こんにちは。モンスターハンタージェネレーションですけど、いよいよ、発売も迫ってきましたので、皆さんぜひね、今回も狩猟スタイルとか狩り技とか、本当にですね、遊んでいただければ分かるんですけど、かなり面白いものになってますので、ぜひプレイしていただけたらと思います。僕たちも、またですね、このイタリアとかにですね、遊びに行きたいと思ってますので、その時はまたよろしくお願いします。はい、チャオ。